きよし、じゃあ出席取りますよ。お小林、はい、辻本、はい、水野です。今日この3人で頑張っていきましょう。行こうぜ。まずは1限目の授業、歴史。よーし、もう早速授業始めていきますよ。よし、チャイム鳴りました。はい、続きもしました。授業始めていきたいと思います。はい、まずは歴史。歴史、はい、明日何日ですか辻本？6日。あー、そうです、5月の6日、うん、といえばですよ、これわかりますよ。わかる、俺のお母さんの誕生日です。イエイ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に？そうなんです。そう、僕のお母さんがね、ゆり子さんおめでとうございます。ありがとう。お前名前言うなよ、お前放送の電波で。いや、そういうことじゃないの。違うの？そうなんです。まあ、今だけにもあらずなんです。56歳の誕生日じゃないの？いや、言うなお前お前こそ言うの。違います。違うのね。明日5月の6日、うん、過去に何があったのかを勉強していきます。お、なるほど、いいじゃん、いいじゃん、教えて。ゆり子さんの誕生日も大事なんですけど。あ、違うのね。違います。今回取り上げるのは、パリ万博博覧会開幕、うん、エッフェル塔が初公開した日なんです。なるほど、すごいじゃん。エッフェル塔が初公開。そうです。へ、エッフェル万国博覧会ね。エッフェル塔ってゆうちゃんどこにあるか分かる？分かる、俺分かるんだよ。パリ。そう、これちょっと珍しくない？パリって、うん、どこの国？パリってどこの国、うん、パリって国の名前じゃないんですけど。どこが分かる？パリ、うん、パリはパリだよ。パリのパリ国じゃないから。あ、そういうこと、うん、フランスでしょ。お、そうです、そうです、そうです。おはつけないけどね。知ってるんだ。1889年5月6日、うん、フランスのパリで、うん、第4回、うん、万国博覧会が開幕しました、うん、なるほど。そしてこのパリ万博初日に公開されたのがこのエッフェル塔なんですが、うん、これ第4回ですからね、もう初期なんです。最初だよね。そう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 。で、名前の由来はですね、うん、塔を設計しましたアレクサンド・エッフェルさん。あ、なるほど、自分の名前から来てる。だから辻本の辰徳だったら辰徳塔、辰徳塔みたいな。っていうこと。安直だなおい。ということでございます。アレクサンド・エッフェルさんが設計したんですね。なるほどね。万博当時の高さは 312.3m、 当時では世界一だったね。なるほどね。はい、現在は放送用のアンテナが設置されたため、うん、ちょっと伸びてます、うん、324m。 おお、12メーターぐらい伸びた、ね、そうです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 。で、この名前のエイラ・エッフェルさんという話をしたんですけども、うん、当時ですね、うん、まあ、石造りの伝統的な街並みだったこのパリ、うん、まあもう100年以上前ですから、うん、そうだよ ね、うん、そこにいきなりよ、あの金属のオブジェができると。お、当時の感覚ではもうすげえと。ああ、ね、エッフェル塔すげえ、あんな奇抜なものなんだということで、逆によ、うん、逆にパリの芸術家さんの間で、うん、あの建設反対運動が起こったんです。その石畳とかそういう生活をしてて、うん、そういう街並みにあったのに、はいはいはい、いきなりあんな鉄でできた奇抜なものできちゃったらどうなる。あ、なるほどね。外観は損ねかねないと。そうそうそう。なんかさ、もうパリのなんか象徴みたいなとこあるからさ。そう、今となってはね。そうなんです。あ、そうなんだ。最初はそんなこともあったんだ。で、この反対派の芸術家の中には、うん、エッフェル塔の1階にあるレストランによく通った人もいまして、うん、嫌いなのになんで通うのと。そりゃそうだよね。反対してるのに、と尋ねたところ、うん、ここがパリの中で忌々しいエッフェル塔を見なくて済む唯一の場所だからと言ったそうです。そういうこと。そういう、あ、そういうエピソード。そういうこと。うまいこと言うね。エッフェル塔にいれば、うん、もう見えないじゃないですか。真上ですから。だって他のところにいたらこの高さだと絶対見えちゃうってことだよね。そういうことです。そういうことです。なるほど。本当にそれぐらい目立ってたと。なるほど。いうことですね。で、そんなエッフェル塔なんですが、現在までに、うんうんうん、なんと、うん、2億人以上の観光客の方が訪れています。すごい。世界で最も多くの人が見学したモニュメントの一つになってるんですね。なるほどね。で、そんなエッフェル塔なんですけど、いろいろすごいところがあります。そうなの？エッフェル塔のここがすごい。はい。一つ目、空気よりも軽い。え？これはムムムム。それはないだろ。メメメメっていう。メメメメだろ。空気より軽かったら、だって空気で飛んでっちゃう。そうだよね。そうですね。当時の、建設技術や鉄を扱う技術、芸術性を全てつぎ込んで作られたこのエッフェル塔。マジで？鉄筋部分には7300トンの鉄が使われていましたが、めっちゃ重いじゃん。エッフェル塔と同じサイズの空気を圧縮すると、うん、エッフェル塔の重量よりも重くなるそうで、うん、そこから空気よりも軽いと表現されている。何それ。それぐらいもうめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃすごい技術で作られているということですよ。よくわ
俺バカだからか、その空気を圧縮するとそのエッフェル塔と同じサイズの そうそうそう重量よりも重くなるそうで、もうよく分からへん。空気をエッフェル塔みたいにギュッとしたら、うん、空気の方が重なるよってこと。もうそのままです。分かんない、全然分かんない。想像して、すごい想像して、うん、もうなんか、うん、あの逆だよね。あのエッフェル塔って空気より軽いんだ、じゃあ気球みたいに飛んでっちゃうみたいな。まあ聞こえ方はそうだけど、ね、もっと科学的な部分で、科学的で言うと、うん、やると物質のその個体値みたいなので言うと、うん、その空気よりも軽いもので作ってるみたいな。そうそうそう。で他にもまだすごいんですけど、2つ目、うん、色の塗り替えはなんと手作業なんです。マジで7年に1回18ヶ月かけて塗装の化粧直しが行われる。18ヶ月よ。1年以上かかる。1年半ですよ、うん、7年に1回1年半かけてやると。しかも何がすごいかと言いますと、塗装作業なんと全てハケを使った手作業、うん、ちょっと待って、これえどういうこと。要はさ、その、うん、ペンキをこう自分の手で塗るわけじゃん。それさ、あんな高い建物ないじゃん、うん、上の方とかも自分で塗るわけじゃん。ということです。もうペンキ塗りたてのとこ変えてかなあかんってこと。いや先生、それはもうちゃんと、どうやってやるの。それは足場を組んでやるわ。あ、足場組むんだ、うん、いや俺も高いとこ行ってもその手作業塗るってことです。それはでもすごい。で、これ使うペンキの量60トンね。うん、すごいよ。もう想像つかんでしょ。象が一匹1トンだろ。象が一匹1トンだろ。象で例えんなお前。なんかさ、さっきさ、物質より軽いって言ってたけどさ、うん、これペンキだけでさ、そうやな、ね、ペンキだけで60トンやったら空気より重いんじゃないかと思うけど、その鉄筋のところはもう軽いんだよね。そういうことね。アホやから、まあいいや。もう空気のこと戻るね。ずっと戻る、ずっと戻る。色を塗るのがすごいの。すごいね。そう、でこれなぜスプレー使うのっていうとこですけども、うんうん、もう風が吹いてペンキが飛び散っちゃうの NG。なるほどね。特にしかも 300m、 そうそう、上空 300m なんてさ、めっちゃ風強いの。しかもただ塗ってるだけじゃなく、綺麗に見えるように、うん、下層、中層、上層部、うん、これ色の濃さを微妙に変えてるんです。なんで変えてるか、なんで変えてるか、うん、これですね、地上から見上げた時に色が均一に見えるようになってるんです。遠近感とかで色の濃さがやっぱ変わって見えるのに。そういうことです、そういうことです。人間はそういうことなんです。じゃあさ、これ上から飛行機とかそのヘリコプターとかで見たらやっぱ違うのかな。地上で見ると同じに見えるっていうふうにやったりとかは、上から見たら違うんじゃん。そうなのかもしれんな。これまた上から見るエッフェル塔もこれちょっと楽しそうだよね。確かにね、そういう楽しみ方もあるかもしれない。いやすごいね、細部へのこだわりが。エッフェル塔ちょっと見たなってきたでしょ。いや見たい。俺ね、正直ね、エッフェル塔が今ね思い浮かんでないんだわ、恥ずかしい話。なんでやねんお前、なんで浮かんでないねんそこ。散々授業やってきてそこかよお前。あのね、すごい東京タワーみたいなのっていうのは分かるんだわ。違う、なんでやねんお前。でもね、いやでもね、うん、このスタジオ3人いますけども、今日水野、辻元、小林、はい、この中で唯一、うん、エッフェル塔、うん、見たことあるやついます。生で誰ですか。パッパラパーこいつ、僕でーす。小林が見たことあるんですよ、はい、小林ね。すごい、でも知らんかったでしょ、こんなすごい。いや、こんなすごいのは知らなかったよ、ほんと。マジですごいこだわってるんですけど、うん、エッフェル塔見てどうでした。あ、うん、あの見た時は、うん、なんかこう神秘的、神秘的そうです。新品的って新品的じゃない。どんどん色を重ねてるからね。うん、新品的じゃない。うん、神秘的で、うん、なんか見てるだけで、うん、なんか芸術家になった気分になる。うるせえわ。見てないんでしょ。幸せだなお前。見てないとやっぱ分かんないと思うけど、見たら芸術家になった気分になる。いやいやいや、それエッフェル塔とかパリって言っとったな。国のどこでパリって。オフランスでしょ。オフランスって言うな。でもね、あのね、そのエッフェル塔、うん、見に行くときにさ、俺はずっとね、うん、友達とかに、うん、俺パリ行ってくるからパリジェンヌになってくるわって言って、こうパリジェンヌってかっこいい響きでしょ。パリジェンヌ。そうそうそう、パリジェンヌ。それがパリジェンヌは女で、そう、パリジェンヌ女だったの。パリジャンになってくるって、パリの男性の色気を出してくるって言いたかったのに、パリジェンヌになってくるって言いまくってたから、それただパリの女性になってくるみたいな。それものすごいカミングアウトみたいになっちゃう。そうお友達も、そうそう、おここでおってなっちゃうだろ。まあ、あのラジオだからちょっと分かりづらいけど、小林豊が非常に濃い顔をしてます。声は甲高いですけどね。そう小林豊がという顔をしてます、ね。まあ、ということで、はい、このエッフェル塔なんですけども、うん、今日はね、1限目、明日は何の日、今週は
パリ万博でエッフェル塔が初公開した日でした。さあそれでは参りましょう、行きましょう、せーの、ボーイズ&メン堺大学院男闘呼組。